もスタジオありがとうございました。イブちゃんなんだか上機嫌だね。何かいいことでもあったの？え、声に出てましたか？あ、恥ずかしいですね。実はさっき事務所からメールが届いたんです。何かいい知らせだったの？はい、これです。マリナさんも見てください。これって新しい衣装？すっごくかわいい。これは確かにテンションが上がるね。はい、まだ仮デザインなのでこれで決まりというわけではないんですけど、せっかくお気に入りなんです。イブちゃんが来たらまるで妖精さんみたいになりそうだね。妖精だなんて、そんな。ありがとうございます。妖精と言われると私はトントのことを思い出します。トント？はい、フィンランドでは有名な妖精で、クリスマスにサンタさんのお手伝いとかをするんです。トントはみんなを笑顔にしてくれるとってもいい妖精なんですよ。へえ、素敵な妖精さんだね。はい、私もトントみたいにファンの人を笑顔にするお手伝いがしたいですね。イブちゃんならきっとなれると思う。そう思うでしょ？本当ですか？ありがとうございます。私きっとそうなれるように頑張りますから、応援してくださいね。